皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。前回はアブー・アル・アッパースがシーア派とマワーリーなどの力を借りてウマイヤ朝をぶっ倒してアッパース朝を建国したよって話をしました。アッパース朝はここから500年以上の超長期王朝へと発展するわけですけど、今回はどのようにアッパース朝が発展していったのかについて話をしたいと思います。まずざっくり流れだけを言うと、アッパース朝の最盛期は5代目カリフのハールン・アッラシードという人の時代なんですよね。まあめっちゃ有名人ですよね。ちょっとその人の時代についてはまた後ほど話すとして、その5代目に至るまで、その最盛期に至る前、2代目カリフのマンスールの時代にアッパース朝の基盤が固められるんですよ。なので2代目が国の安定化基盤を作って、そして5代目で開花すると。じゃあその2代目マンスールが何をしたのかというところですけど、ちょっとさらにその2代目について話をする前、まだ初代カリフのねアブ・アル・アッパースの時代について一回話したいと思うんですけど、750年にアッパース朝が成立しましたけど、その1年後751年にこれまためちゃくちゃ大事な事件が起こります。それは当時の中華王朝だった唐との戦争で、タラスカハンの戦いというやつです。この戦いは今のキルギスあたりのタラスというところで行われたんですけど、中央アジアの覇権をめぐって行われたイスラームと中華の天下分け目の合戦ですよね。唐の将軍の光前氏という人物と戦います。まあ、天下分け目の合戦といっても実際はかなりの戦力差があって、イスラーム20万対唐王朝3万とかなので、これはアッパース朝が勝利するんですけど、唐はこのあとすぐに安史の乱が起こって中央アジアどころでなくなるんで、中央アジアの覇権はイスラームによって握られることになるわけですよね。安史の乱について知りたい方はぜひ中国史の唐の動画を見てみてください。でこの戦いに勝った結果、中央アジアにいた速度人なんかにイスラームが広まるわけですよね。今のタジキスタンとかその辺だと思いますけど、まあ、それよりも特にタラスカハンに関して重要なのは何よりも政治法の伝播ですよね。アッパース朝が捕まえた中国人捕虜の中に紙を作る職人さんがいて、その人によって政治法がイスラム世界に伝播されたわけですよ。それまで中東、ヨーロッパ、まあアフリカもそうですけど、いわゆるちゃんとした紙ってなかったんですよね。それまではパピルスっていう植物で作るめんどくさいやつだったり、羊皮紙っていう羊の皮使ったこれまためんどくさいやつだったり、まあ、まともな紙がなかったんですよ。それがこの戦いのおかげでまともな紙の作り方が中東そしてヨーロッパの方に伝播していくことになるわけですね。まあだけど雑学的なこと言うと、あのペーパーの紙のペーパーのね語源はパピルスなんですけどね。ということで、それがアブ・アル・アッパースの時代に起こった大事なことですけど、彼が754年に死んだ後、先ほどちょっと説明したマンスールという人物がカリフを継ぎます。彼はアブ・アル・アッパースのお兄さんですね。この人はね、まあいろいろとアッパース朝の基礎固めをしていくんですよ。本当に大事なことをいろいろやるんですけど、インフラ固めるために駅伝制というのを整えたり、あとは官僚制度を整えたり、常備軍を整備したり、これによって強力な中央集権体制を作り上げていきます。また異民族登用もしっかりしてね、常備軍にはトルコ人、官僚にはペルシア人と、まあそれぞれの得意分野をちゃんと任せたりね、こういうことをして異民族からの支持なんかもちゃんと得ることができたと。そして一番何よりも大事なのは、彼はバグダードを新しい首都として建設したんですよね。現在のイラクの首都ですね。この時代に計画都市として建設されています。その後のイスラム世界においても、この都市は文明の中心地として栄えていくことになります。彼がなぜ都を新しく作ったのかというと、西側の進出に限界が見えていたからですよ。マヤ朝の時からそうですけどね、ちょっともうビザンツ攻めるのもしんどいと。ということで彼は拠点を東の方のペルシア領域の開発に集中して、それに伴って首都も動かしたと。まあ非常に合理的ですよね。そんな感じで国家基盤の安定化を図っていたマンスールなんですけど、一つだけめちゃくちゃ頭を悩ませる連中がいるんですよ。それはですね、シーア派の人たちなんですよね。まあ前回の動画見ていただいたら分かると思いますけど、シーア派はとてもイライラしてるわけですよ。俺らのおかげでウマイヤ朝を倒したのに、何そんな派と仲良くしてんだよって。ということでマンスールはシーア派の反乱に頭を悩ませる日々を過ごしてたわけなんですけど、まあ、これもなんとかシーア派のリーダーを殺すことに成功して、最終的には鎮圧します。なのでマンスールは国内の不穏分子も抑えることに成功して、国家運営組織改革もして、インフラも整えて立派な新首都も作って、アッパース朝の基盤を万全にした状態で亡くなって、
次のカリフへと引き継ぎます。次のカリフはマンスールの息子のマフディという人物なんですけど、まあ、この人は別に大した話はないんですけど、この人の次のカリフを選ぶときにですね、ちょっと一悶着あるんですよ。マフディにはおそらく男の子供が2人いたんですけど、その長男がハーディという人物、そして次男があの最盛期のカリフとなるハールン・アル・ラシードなんですよね。マフディが死んだ時、その遺言に沿って長男のハーディが4代目カリフとなったんですけど、マフディの遺言にはハーディの次はハールン・アル・ラシードがカリフになるっていうのもあったんですよね。でハーディはそれを最初破ろうとするんですよ。つまり弟じゃなくて自分の子供にカリフを継承させようとすると。でハーディのお母ちゃんもね、結構権力欲がある女性だったみたいで、マフディが死んだ後政治の方にも口出しをしようとするわけですよ。これはね、血がつながった母親だとしても結構めんどくさいじゃないですか。しかもハーディのお母ちゃんは長男よりも次男のハールン・アル・ラシードの方が好きだったみたいで、ハールン・アル・ラシードが小さい時に後見人だったペルシア人のヤフヤーという人がいるんですけど、まあ、マンスールが整えた官僚のトップを担っていた家系の人なんですけど、この人と結託してハールン・アル・ラシード推し運動をね、進めるんですよね。で長男のハーディはたったの1年で亡くなってしまうんですよ。なんででしょうね。でハーディが亡くなる時はお母ちゃんとも、和解もして、俺の息子よりも弟のハールン・アル・ラシードにカリフを譲りたいという遺言をゲットすると。まあゲットしたのかゲットしたことにしたのかはよくわかんないですけどね。ということでここに来てついにハールン・アル・ラシードが5代目カリフとして就任します。この人はまあ有名ですよね。とても最初にも言ったけど、あの千夜一夜物語アラビアンナイトにも出てくるんで、その時代のアッバス朝が一番栄えた時のカリフなわけですよ。ちなみに言うとドラえもんの映画にも出てくるからね、ドラえもんのび太のドラビアンナイトね、めっちゃ古いけど、まあ、彼はまずカリフになって何をしたかというと、自分の後継人でカリフ就任をサポートしてくれたヤフヤ、そしてその息子で自分の妹の旦那でかつ友人でもあったジャーファル、その他その一族を大量にひっ捕らえてですね、殺しまくるんですよ。すごいですよね、その覚悟。恐ろしいですよ。やっぱりカリフになるにあたって自分の弱みみたいなのを外部に握られちゃってるとね、アッパース朝そのものが乗っ取られちゃう可能性が非常に高いじゃないですか。お前が今カリフになれたのも俺のおかげだかんで、ね、みたいな、まあ、そういうことを言われたら困ると。ということで自分の仲良しだった友達すらもぶった切ってしまうっていう、その徹底ぶりね。でもやっぱりこういうことできる人が王朝の最盛期を作れるんですよ。会社でね、同僚や仲間を蹴落とせるやつが出世するのと同じですよ。私みたいなのがカリフだったらね、友達切れないですからね。友達切れないし、昔から面倒見てくれたおじさんも切れないですよ。そんなこんなで気づいたらすでに王朝は乗っ取られて、岡本のアル・ラシードはね期待の暗君として語り継がれることになると。ということでアッパス家に対する不穏分子が形になって誕生するその前に、それを見事に取っ払ったハールン・アル・ラシードですけど、彼がカリフになったのって786年なんですよね。で809年までカリフを在任しています。この時代って西欧だと何が起こってるか分かりますか？カールの大冠ですよ。800年、超大事な年号ですよね。だからカール大帝と同時代を生きてるんですけど、なんとこの2人親交があったんですよ。多分細かい資料残ってないんですけど、贈り物の交換なんかをしたみたいですね。まあお互いビザンツ帝国のことを快く思ってなかったからね、敵の敵は味方理論でくっついたじゃないですかね、まあ、くっついたって言ってもおそらくそんなちゃんとした同盟ではないですけど、まあでもそういうおかげもあってか、ハールン・アル・ラシードの時代にはビザンツと何回かバトったりして、でその戦いにはことごとく勝利してね、まあ、対外的に脅かされることはなかったと。それで内部では多くの芸術面の保護もして、ギリシャ文献のアラビア語翻訳なんかも進めたりして、科学分野の発展もあってね、首都のバグダードではイスラム文化が花開くわけですよ。この時のバグダードはまさに世界最大の都市にまで成長していて、人口は約150万人、市内には6万のモスクがあって、産業革命以前の都市としてはまさしく世界最大だったんですよね。いいですね、いい感じですよね。アッパス朝平和そうで、しかししかしですね、そんな黄金期を支えたハールン・アル・ラシードが亡くなった後、アッパス朝衰退の足音は確実に近くに忍び寄ってきたわけですよ。
ということで、最盛期を超えて今後下り坂へと向かい始めるアッパー主張なわけですけど、アッパー主張がどのように衰退の一途をたどっていくかっていうところはまた次回説明したいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は、いいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。